キャンプキャンピングカー車中泊情報、上ちゃんです。マリです。今日はでっかい道、でっかい道行きますか。うん、はい、北海道です。分かっとるけど、今回は北海道夕張郡にオープンしました10メートル四方の広大な区画に電源24時間トイレ、テントキャンプ、焚き火にバーベキューができる RV パーク、カーリンクス長沼キャンプ場のご紹介です。北海道行きたいね。行きたい、うん、どう回ったらいいんだろうとかもあるよな。まああるね、うん、でかいっていうもんで。そうやな。特徴としましては、何と言いましても 10m×10m の広大なサイト、まあ、広いんでタープはもちろんね、サイドオーニングとかテント広げられるんですよね。おお、いいね、うん、でテーブル椅子出してもらっても広々使えますし、ここね焚き火ができるんです。おお、うん、隣との距離もあるし。そうそうそう、すごいですよね。安全やな、うん、焚き火に温める感覚とか、うん、北海道ワインをね味わうとかいいですよね、うん、いいね、うんうん、北海道のジャガイモに北海道バター乗せて、うんうんうん、ね、夕張メロンの上に生ハムを乗せていただくとかはいはい、バタードラムとかいいね。バタードラムいいね、うん、北海道バターポチョンでね、あ、いいね、ラム酒温めていいですね。いいですね。近隣の情報なんですけども、まず食材の買い出し、こちらは、マックスバリュー栗山店、営業時間8時から21時、車で東へ10分のところにあります。それから温泉、お風呂なんですけども、源泉かけ流しの温泉長沼温泉が車で南へ10分、こちら日帰り入浴の場合は9時から22時までとなっております。それからね、お食事なんですけども、大きなエビ天5本乗って、うん、その名もね赤字丼。赤字丼、うん、まあ、この今撮影時点では1200円。ほう、赤字丼で有名ないわきというお店が RV パークから南へ車で10分のところにございます。はい、先ほど申し上げました、長沼温泉から西へちょっと行けばありますので、うん、うまくねルート考えたりとか時間帯合わせればですね、上手に回れるかなと思います。ただいわきの方が駐車場ないというふうに、聞いてますので、上手にされないといけません。営業時間が11時から15時、定休日は火曜日となっております。ご注意ください。それからガソリンスタンドやねんけど、うん、RV パークから 200m のところにあるそうなんですが、南へ10分のいわきとか長沼温泉の間にもガソリンスタンドがございます。こちらも上手に回ったらスムーズに行くかと思います。はい、設備なんですけども、こちらサイトの電源ですね、それとゴミステーションで炭捨て場がございまして、夜間はね常夜灯がついてます。それから天気が良ければ夕日も星空も綺麗ということなんで、運が良ければ絶景が見られるかもしれません。それからサイトの配置はこのようになってます。 A から K 11サイトっていうふうに見えるんですけども、今 G 区画の方が7月中旬以降のお野菜の収穫体験を計画してまして、そのために今こちらでね G 区画の方はお野菜作っております。はい、ですので今現在は10区画ということでです。それから配置、これ A から K の左側に位置しますのがお手洗いございます。こちらこんな風になっております。温水洗浄付きの水洗用式トイレが1つ、それと小便器が1つという風になっております。まあ、こちらのテント、焚き火、バーベキューがねできるぐらい広いので、キャンピングカー、車中泊車、一般車でも大丈夫ってことですので、泊めていただきましたら、横でね宴会できるじゃないですか。できるな。できますね、うん、でここでねテントしたりとかしまして、夜の様子はこちら。わー、楽しそう。ね、焚き火ができるんでね、こんな写真が撮れるわけですよね。はい、で後ろのレンガの倉庫とまたこれ明かりとかね、いい感じでマッチングしてすごいいい雰囲気出てます。うん、まあ、車中泊なんて言いましてもこの1枚、あ、いいね、このこの顔やな顔ですね、お車とね、いいですよね。はい、夜の様子はこんな感じで、またねバーベキューの方もできます。それから水道の利用なんですけども、こちらになっております。で後ろの扉、黒い扉がお手洗いの扉になっております。それではね施設の位置関係ですよね。はい、右手にレンガのね倉庫が見えてますけども、そちらの方になります。はい、カーリンクス長沼キャンプ場、はい、進んでいきますと、はい、やっぱ広いですね。広い。地面は砂利を敷き詰められております。それから、二口のコンセントですね。で上が常夜灯になってます。はい、他のサイトも広いですね。あ、でこちらにはサイトの地図がねありますので、爪を爪と、でこれが、ゴミステーションになります。でこちらが炭捨て場、炭はね土に帰らないのでこちらに捨てるようにしてください。はい、 G 区画は今現在ね7月中旬以降のお野菜の収穫体験のために今作っておられます。これ何やろ、サニーレタスやな。サニーレタスか、うん、あ、ちっちゃかった、かわいいな、かわいい。
今ミックスベジタブル。それはないわ。出てけへんか。出てきたらいいけど。こうやって作んねんな。なんかラップみたいな巻いて。ねえ。うん。と思いながら。いいですね。はい、続きまして、他のね、サイトの方も、いろいろとなっております。まあ、とにかく広かったね。いや、広いね、うん。車中泊だけじゃなくて、テントも設営できるから、うん、うちの子供やったら、最近、車中泊ばっかりやからさ、はいはい、テントで寝たいって言われるのよ。言われるな。ただ、オートキャンプ場行かないと無理やから、はい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 、ここだったら同時に楽しめるっていう。まあ、それはいいですね。うん、その他概要なんですけども、区画サイズは 10m×10m で利用台数は10台でウェブ上はね11台と書いてますけども、今ちょっとお野菜作っておりますので、10台と。でトレーラーの留め置きは OK です。あの連日利用であれば留め置き OK です。それからサイドオーニング椅子テーブルは展開可能で、ペット連れは可です。リード着用排泄は敷地外でお願いしますということでした。利用できる車のサイズはご覧の通りとなっております。はい、チェックインは12時、チェックアウトは10時半までにお願いしますということです。予約方法なんですけども、ウェブ予約のみとなっておりまして、当日までにご予約いただければということです。ただし、当日空き予約も可能です。料金は1泊1台2750円、今日時点で。で、トレーラーなんですけども、トレーラーっていうのは引っ張りますんでね、普通のお車を後ろにキャンピングカートレーラーで2台扱いになるじゃないかなと思うやんか、うん、これねワンセットで2750円というふうに伺ってます。良心的や、うんうん、こんな感じかな。はい、はい、ということで今回は北海道夕張郡にオープンしました 10m×10m の広大な区画に電源24時間トイレテントキャンプ焚き火バーベキューできる RV パーク長い。いい詰まってるもん、それだけ魅力が。カーリンクス長沼キャンプ場のご紹介でした。というわけで、はい、以上、上ちゃんでした。マリでした。ではまた次回、バイバイ。バイバイ。